はいどうもこんにちは、まみよしです。今回もこちら Amazon のブラックフライデーおすすめ商品ね、また見つけてきたのでそちら紹介していきたいと思います。前回の動画は結構種類多く紹介したんですけども、今回はね13商品と結構少なめになってるので1個ずつね詳しく解説しながら見ていきたいと思います。でこのポイントアップキャンペーンに関しては、このキャンペーンにエントリーするボタンを押さなきゃいけないので、ポイントアップキャンペーンの会場のリンク概要欄に貼っておきます。ということでやっていきましょう。はい、まずこちら昨日見逃してたんですけども、アップルペンシル第2世代、まあ、最新のアップルペンシルですね、こちらがなんと 13,999 円、1951円引きということでかなり安くなってますね。 12% でこれ見ていくとですね、初めてのセールになってますね。 13,999 円。なのでこちらのアップルペンシル今かなり買いかなと思います。で他のねアップル製品、 iPad とか AirPods とかっていうのは値下げされてなかったです。で MacBook に関しては値下げされてたんですけども、インテル版のみで、今買うんであれば正直ね M1 の Mac の方がおすすめなので、それは今回紹介しません。でこちらのやっぱり Apple Pencil に関してはかなりおすすめですね。で今後 Apple Pencil 3出るみたいな噂も特にないので、 iPad Pro や最新の iPad Air 4持ってる方っていうのはこの Apple Pencil 第2世代おすすめなんじゃないかなと思います。ちなみにベストセラー1位になってますね。結構買ってる人多いと思います。でお届け予定日に関しても明日ということですぐ届くので、ぜひ買ってみてはいかがでしょうか。はい、続いてこちら、こちらね以前購入しましたアンカーのイーフィーかな、ロボバッグ 11S っていう、まあロボット掃除機ルンバみたいなやつなんですけども、こちらが値下げされてます。 12,460 円、 30% 引きになってますね。かなり安い。でですねこちらはまあたまにタイムセールやってて、前回の 12,460 円が最安値だったので、まあ今回も最安値になってます。でこれに関してはね実際に使ってみたんですけども、結構ね掃除機かけた後とかでもこれをかけることによってホコリね結構取れたりするので、かなりおすすめになってます。まあ僕はね普段あんま掃除しないんで、これおばあちゃん家にあげちゃったんですけども、結構喜んで使ってます。まあなんか家族にプレゼントとかでも喜んでもらえるかなと思います。おすすめです。あ、ちなみにですね、こちらのね、ロボット掃除機っていうのはリモコンで操作の方するんですけども、そのリモコンっていうのは、昨日も動画で紹介したこちらのスイッチボットを使うことによって、Siri からも、外からも操作できるようになるので、これ買うんだったらね、こっちのスイッチボットも一緒に買った方がいいかなと思います。まあ、スイッチボットに関してはね、これを買わなくても全然おすすめなので、ぜひこちらも見てみてください。1000円引きになってますね、スイッチボットは。はい、次行きましょう。これね、実際昨日見てて、紹介するかちょっと迷って結局やめちゃったんですけども、やっぱり紹介します。で、こちら何かというとですね、ワイヤレススタンドですね。iPhone 8世代。iPhone 8、10、10S、11、12とか、そういったスマートフォンを、まあもちろん Android でもできます。そういったスマートフォンをワイヤレスで充電するやつですね。これも僕今実際に使ってるんですけども、かなり便利に使ってます。iPhone の場合は、こちらですね、7.5W の充電ということで、ちょっと遅いんですけども、立てかければね、充電できるので、例えばパソコンを置いてあるデスクとかに置いたりするっていう使い方がかなりいいです。通知とかもねこう画面が自分の顔の方に向くので見やすくなるのでおすすめです。で昨日紹介しなかった理由は、これ2個セットでね2個使う人っていうのはちょっといないかなと思ったので紹介しませんでした。まあ1個1800円になるので、友達と分けたり、あとは家族にプレゼントしたりすればいいのかなと思います。これもおすすめで、 Android の場合は 10W で充電できますね。次行きましょう。はい、次はこちら、いきなりの食べ物なんですが、ビーフカレー辛口。これハインツのビーフカレーがまた美味しいんだ。このハインツって結構ねなんか有名なメーカーらしくて、業務用になってるので、本当にねなんかお店で食べるような味します。まあ具に関してはねそこまで、こんなゴロゴロは入ってないんですけれども、このカレーの味美味しいのでぜひ食べてみてください。1453円で10袋入ってるので1個145円、まあ150円の価値はね全然あると思います。外でカレーとか頼むと500円以上とかするので、かなりお買い得ですね。ちなみに豆知識なんですが、こういうねパウチ型っていちいち袋から取り出して器に移して電子レンジで温めるっていうのが基本だと思うんですけども、それめんどくさいんでね、ポットの中にこのパウチごと突っ込んでお湯を沸かせばね全く同じことができるので、めんどくさい方はぜひそれ試してみてください。昔ヒカキンさんが動画で出してて、僕それ知って真似してずっと使ってます。はい、次はこちらです。ゲーミングチェア、 GT レーシングのゲーミングチェアね、僕もね 2,3 個レビューしたことあるんですけども、かなりいい感じですね。値段が 14,850 円ということでかなり安いです。元の価格が 19,800 円ですね。で今回が
14,300円とかの時もあるんですが、まあ、ほぼ最安値と言ってもらっていいと思います。値段に関しては5,000円オフになってますので、これも買いですね。普通のね椅子とか使ってると腰とか結構痛くなったりするんですけども、こういったゲーミングチェアとかにするとね、かなり腰の負担っていうのが減りますので、こちらもおすすめになってます。安くなってるのはグリーンとグレーだけですね。でこれ新しいモデルでね、このオットマンっていう足置き引き出せてね、足を置くところ使えるんですけども、正直ね僕オットマン付きの椅子今使ってるんですけども、使ってないので、まあ、こっちでもいいかなと思います。 14,850円おすすめです。はい、で椅子といったら次は机。こちら3話ダイレクトのパソコンデスクになってます。これ実際にね友達が使ってるんですけども、結構ねシンプルな作りで棚もあって結構おしゃれな感じになってるので、まあ、シンプルな部屋とかあんまり物を置きたくない方とかにもおすすめかと思います。で幅もね 120cm あるので、いろんなものが置けたりします。でこれに関しては1500円引きですね、まあ、16% 引きということでかなり安くなってます。でこれに関してはブラックとかブラウンもあります。幅 90cm の小さいモデルとかも安くなってますね。黒がまあ無難かな。ピンク乗せておきます。次ね、机面白いやつ見つけたのでそちら紹介していきます。ポン。はい、こちら GT レーシング、さっきのこちらのゲーミングチェアのメーカーと一緒ですね。これもゲーミングデスクがあったのでね、ちょっとこちらも紹介していきます。これ価格は 14,850円、まあ椅子と一緒ですね。との価格が、あ、これなんか出たばっかりっぽいですね。8日間、まあ、1週間前に新発売したってやつですね。こちらが 14,850円になってます。これちょっと気になりますね。幅 120cm ということで結構広めで、奥行きは 60cm、 耐荷重 80kg で、これのいいところとしてはまずここですね。ここにスピーカー置き場があります。僕もね今デスク L 字デスク使ってるんですけども、スピーカー置き場とか結構困るので、こういったスピーカーを置いてくる網みたいなところがあるっていうのはかなり大きいと思います。でここにドリンクホルダーがあります。僕ね机の上、まあ、こういうところにねドリンク乗せてるんですけど、たまにねこぼしそうになったりするので、こういった別でドリンクホルダーがついてるっていうのもいいかと思います。であとこれ足も良くて、ここにね普通はポールが、こことここにもポールあると思うんですけども、そこにね椅子が当たったりするんですけども、これはねこういう L 字型のスタンドになってるので、そういった心配もないということで、この辺もいいかなと思いました。でモニターアームもしっかりつけられて、ヘッドホンフックもついてるのか、カップホルダーあり、で電源タップも置ける場所ある。配線とかもかなりスッキリさせられそうですね。いやこれいいな、欲しいな。でしかもここ肘が当たる部分に関してはこうラウンドされてるので、尖った部分が肘に当たって痛いっていうこともないかと思います。これ欲しい、普通にちょっと迷いますね。 14,850円です。続いてこちらモニターアームですね。昨日はモニターアーム紹介しなかったかな。これベステックってやつ、僕もねこれ昔買ったことあるんですけども、かなり安めで、モニターの高さをね普段調整する方にはあんまりおすすめしないんですけども、モニターの高さを一定にしておきたいっていう方に関してはここでしっかりロックできますのでおすすめになってます。横方向っていうのはこのねアームで自由自在に動かすことができます。で2,704円、めちゃめちゃ安い。で縦デュアルタイプもありますね。でそしてこちら横デュアルに関してもあります。これもガススプリング式ではないので、高さを変更するときはここをねいじらなきゃいけないので、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいんですけども、高さをずっと同じにしておきたい方にとってはかなりおすすめになってます。で価格も3180円ということでめちゃめちゃ安い。はい、次に関してはモバイルモニターですね。あ、セール終わってるわ。はい、続いてこちらエルゴトロン、ザ・モニターアームの代名詞と言ってもいいエルゴトロンのモニターアームですね。まあ元は 13,980円なので2000円オフになってるんですけども、ちょっと高めですね。ただ作りっていうのはかなりしっかりしてたり、耐荷重っていうのも 9.1 キロまでいけるので、重いモニターを使ってる方とかもいいと思います。 iMac とかでも支えられますね。まあベサーマウントモデルに関しては、なのでいいモニターアームが欲しいっていう方はこちらおすすめになってます。で 10% オフ適用できるので、まあ1万円ぐらいかなっていう感じです。はい、次こちらね、昨日34インチのウルトラワイド紹介したと思うんですけども、これ34じゃなくて29インチっていうのがありました。で29インチのウルトラワイドっていうのは縦幅に関しては24インチと同じぐらいになってます。こちらが 22,800円、まあこっちよりね1万円安いので、小さいのがいい方はこっちの29インチでもいいかなと思います。まあ 4K モニターとウルトラワイドに関してはね、昨日の動画で紹介したんですけども、作業に集中するならこっちのウルトラワイド、綺麗な映像とか綺麗な画面を見たいんであれば 4K モニターっていう感じで選んでもらっていいかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょう
動画、今回紹介しなかったのでおすすめな商品もね、昨日の動画でね紹介してますので、昨日の動画も概要欄に貼っておきます。今回のセールかなりねいい商品多いので、ぜひ買ってみてください。で、今第1弾のブラックフライデーなんですけども、次ねサイバーマンデーっていうのがまた12月2日だったかな、その辺から開催されますので、ちょっとね散財がはかどるかなと思います。その時もねまた動画化しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。普段はねガジェット製品のレビュー上げてます。以上、バイ。